ナミさん、おはようございます。今回も動画の方を送っていただきましてありがとうございます。体の絵だ、なんと113位になっちゃってますね。いや、どうしたんでしょうか。踏みとどまっていただきたいかなと思いますけども、暗号通貨、仮想通貨の市場全体がちょっとね、今寒い風が吹いておりまして、ちょっとね、踏みとどまっている通貨がなくなっちゃいました。 XRP なんてのはね、特に価格ゴーンと下げちゃって、あとリップルじゃなくてイーサリアムね、イーサリアムも20万円の防衛ラインを切ってね、ここからだだ下がりするんではないかなと思ってね、戦々恐々としているところでございますけども、まあビットコインもね、300万どうですかね。予測ではね、500万円に8月1日になるっていうのが結構大筋だったんですけども、どうもやっぱり予測は予測に過ぎなかったかなというところでございまして、暗号通貨っていうのは結局ね、買う人が多ければ、まあ、値上がりするし、売る人が多ければ値下がりするし、全くその通りなんですよ。で、暗号通貨全体にもニュースがなくなってきてますし、そういえばなんか月刊仮想通貨って雑誌があったじゃないですか。あれってもう休刊になっちゃったんですかね。なんかね、全然送られてこないっていうか、まあ不思議だなと思うんですけどもね。まあ特集することも今ないですからね。でも本来ならピンチの時こそ多くの方は情報を欲しがってるんで、なんとかね、明るい情報でも、用心しなさいよっていう情報でも寄されるといいなと思っております。でもね、やっぱり体の枝、ステーキングがあって助かりますね。いや、今回も動画ね、しっかりと見させていただきました。ステーキング報酬があるんでちょっと救われております。あ、ナミさんも510になったんですね。私はね、結構あります。今6257になりましたかね。まあ大事にしていきたいですね。そしてヘギそばの方、ありがとうございます。まだいただいてないんですけども、この7月8月美味しくいただけるようなね、そんな時期になろうかと思います。ヘギそばに天ぷらをちょっとね添えて、わさびでククッとね、あ、からしか、ヘギそばはからしですよね。いや、新潟万歳、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。